ランナーを送るんですが、早くも2アウトを取られました。ドラゴンズの攻撃は4回の裏、2点を追います。まあ、去年まではこの溝脇選手のバッティングコーチとしてのお付き合いがあったんですけれども、はい、なかなかこの将来性あると言いましょうか、いいバッティングしてるそうですね。あのミートはうまいんですけども、はい、どうしても当てに行くようなバッティングがありましたから。なるほど。ただ今のみたいにね、まっすぐ初球のまっすぐをこう打ちに行けてるっていうのが大事ですよね、はい、なるほど。セカンドへ牽制球、あとはやっぱり自分の特徴ですよね、どういう選手なのかっていうのも考えてほしいですよね。なるほど。川端さん、はい、その点なんですけども、本人も打ちたい打ちたいだけではなくて、僕は出塁をして走るということが大切なので、フォアボールを選ぶのも僕の役割だっていうふうに話してます。その通りですよね、はい、今シーズンはそのフォアボールは6つ、デッドボールが1つで合計四死球は7個あります。また走るということになりますと盗塁は2個成功させています。昨日も2打席目レフト前ヒットの後盗塁が決まっております。だからこう大振りにならずにコンパクトに振り抜くっていうことが大事だと思うんですけども、はい、抜けたライトの前、一塁ランナーは三塁行った。セカンドランナー三塁からホームへ、ブロックしてタッチはアウトだ。どの上ホームへ届きませんでした。その足帰れませんでしたか。今の当たりでね、はい、帰ってこれないとちょっとかなり打球は死んでますんで、ライトの福田から完全に左のレガースで、どの上の左足のスパイクをブロックしておりました。キャッチャーの山下、タッチアウトで3アウト、得点に至りません。ドラゴンズ中盤の4回終わって2対0、ソフトバンクホークス2点を守っています。